はい、東京投資クラブ山口と申します。今日はですね、この金持ち父さん貧乏父さんのですね、第3の教え、自分のビジネスを持つということについてですね、お話をしたいと思いますね。一番最初に、この本で第3の教えをね、見て何を言ってるかですね、最初は分からなかったんです。ビジネスって書いてあるのに、書いてる内容は株とか不動産だよねみたいな、そこら辺はですね、どういう解釈とかは考えず飛ばして読んでたんですけれども、今思うとこういう考えなのかなって思うんですね。ロバート清崎って最初ビジネスからやった方がいいって言ってるじゃないですか。ただこの本は日本に売り出される一作目で、日本がその時起業とかビジネスを築くとかそういう考え方とかあんまりなかったんですよね、2000年当時って。アメリカの本だったら結構ビジネスってがっつり書いてあるらしいんですけれども、こっちの金持ち父さん貧乏父さんはビジネスってねあんまり書いてないんですよ。だから僕も20歳の時にビジネスをやろうではなく株とか不動産からやっぱり始めたんですよ。日本人バージョンで書かれてたのかなって思います。なんでロバート清崎はビジネスをですね進めてるタイプなんですよ。この本は10ページしか書いてはないんで、僕から見ると結構ねはぐらかされた感じですよね。まあ資産を買うのは大事なんで、資産というのはどういうものかっていうのを書いてあったのはすごく、参考になりました。この本に書いてある本当の資産っていうのはちょっと読む感じになるんですけども、一つ目が自分がその場にいなくても収入を生み出すビジネス。私は会社を所有しているが実際の運営は他人が行っている、社長自体を雇ってるってことですよね。もし自分がその場にいて働かなければいけないのであれば、それはビジネスとは言えない、自分の仕事だ。自営業者とかフリーランサーなんかはそうですよね。で、2番目は株。これも誤解を生む感じなんですけれども、株っていうとトレーダー思い浮かべると思うんですよ。僕も最初ってトレーディングやりましたからね。ただここで言う株、アイクワドラントインベスターの株は配当金ですね。で3番目、債券、4番目ファンド投資信託、5番目、収入を生む 不動産、6番目、手形借用証書、7番目音楽 書籍などの著作権特許権、その他価値あるもの、収入を生み出すもの。この章の結論としてはロバート兄弟は何言いたいかっていうと、資産を築きなさい。本当の意味、裏の意味っていうのはサラリーマンやりながら空いた時間を使って不動産と株の売買って書いてありましたけどね、これはそこではなく自分のビジネスを築きなさいって。でそこで投資をするって。なんでサラリーからこっちにいきなり行っちゃいけないかっていうと、僕結構こうやって行ったタイプなんで分かるんですけれども、不動産やるとしたら商売感覚がないとなかなかうまくいかないんですよ。サラリーマンって給料と手取りがまあ3割程度は違いますけれども、給料100だとしたら70ぐらいもらえるじゃないですか。ビジネスなんかは売上とオーナーの手取り全然違うんですよ。それと同じように家賃収入、純利益っていうのを、家賃収入イコールなんつうかな、手取りじゃないですからね。よく家賃月100万円、家賃、年1億円とかあるじゃないですか。ただ家賃月100万もらってるからって言ってね、ローンの返済金、そっから経費ね、あとちょっと市場が悪くなった時の準備金とかあるんですよ。そんなことを考えると家賃が100万あったって手取りは全然ない人とかいますからね。1億円でもらったって計算式によっては月8万程度しか儲かんない人なんかもいますからね。そんなの空室がちょっと増えたら終わりですから、めちゃめちゃ不安定じゃないですか。なんで金持ち父さんロバート清崎の本では
サラリーマンからビジネス感覚を身につけなさい、そして投資をチャレンジしなさいっていうのを、この第3の教えで、間違えた、第3の教えで、言いたかったんじゃないかなって思います。いいと思ったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。